整列、みんな整列。なんで左いるんや。なんでヒレオこっち側なんや。ヒレオも整列。ヒレオ違う、俺をないがしろにしないの。ヒレオ違う、俺がリーダーだ、ヒレオ。これからですね、アンチくんがなんか遊ぶ約束をしたんだけども、いつも通りだとね、俺ね、遅刻すると思うんだよ、絶対に。ヒレオ気になっちゃってるじゃん。気になっちゃったじゃん、左の湧いたやつ。で、ちょっとここにね、ボックス作ったから、箱作っといたから、アンチが遅刻すると思う人は、まあアサリを、まあ、自分の好きな数、遅刻すると思う分だけ入れてみてください。アンチが遅刻すると思う人、どうぞ。あ、そこそこ入ってる。なんかそこそこ入ってる。お、みんな入れてる、みんな入れてる、みんな入れてるけど、あれ、ヒリオくん、ヒリオくんだけ、ヒリオくんだけ入れてない。ってことは、この4人は、みんな、アンチが遅刻すると思ってるんだ。これは、ヒリオくんはなんで入れなかったんだ？ちゃんと時間通りに来ると思う？マジ？じゃあちょっと、ヒレオ対、あれだね。このイカの、でも4対1って状況だ。あれ？あ。もしもし？え？はい。出た！なんすか？舐めてるんすか？もしかして。ごめん。え？あのね、遅刻すると思ってた。いや、するわけないでしょ、遅刻なんか。ぴったり、すごい、うん、ちなみにね、うん、今ね、うん、あのアンチが遅刻するか遅刻しないかってのをアサリを使って掛け事してたんだけど。あの、残念。違うの、一人だけ、うん、当てた。うー誰だと思う？わかった。何？ヒレオ。正解！やったー。すげえ。みんなじゃあ遅刻するにかけてたの？ああ、もちろん俺も含めて、みんな遅刻すると思ってた。